南宮神社かな。南宮神社。もしよかったら夜今度かもな。まあなんかいいなと思えたら夜ですね。見てな、駐車場もあるし。本殿しかねえな。本殿しかねえな。あれは手洗うとこは？何やろ。デジカメはないよ。デジカメはないよ。はい、こんにちは、じいちゃんはんです。はい。トイ君ここどこ？神社、神社。名前がね、あの心霊スポットも大概だけど、神社も大概名前読みづらいからね。普通に南宮ですね、ここ。南宮神社ですね。南宮か。南宮ではなかった。すごい、やっぱし違うね。普通の心霊スポットと来るのとやっぱだいぶ楽だけど、うん、気持ちも。でもなんか心霊スポットに来るよりかなんかすごくなんか身を締まるような気持ちなら水道水よ、めっちゃやる。手洗うとこ一応あったな。中に水が溜まってないあたり誰も来てねえな。奥にも何かあった。これが本殿。こっちが本殿ですか。登れねえんですか。登れねえんですか。登っちゃいけねえだろう。真ん前まで来てお賽銭チャリーンじゃないんだ。だね。すごくね、なんか。なんかあれだね、天気いいのも相まってすごいなんか別世界に来たみたいになってるんだけど、うん、今やっぱし神社ってすげえな。でもかわいそうに裏方汚ねえな。神様が怒っちゃう。なんかこんな倉庫があるんでこういうとこにしまえないのにな。何の木なんでしょうな、これは。愛されてねえのかな。結構頑張って作ったいい神社だけどな。扱い方が雑い神社やね。だらしないっていうか。よいしょ。昭和35年。何年前？70年。ほーぐらい。あのね、ちょうど平成生まれからするとね、昭和って何年までやって言われるの。でもビニールだもんな。ああ、この締め縄？ほんまや、こういうとこから見ると雑いね。
なんなん、もったいないな、なんかせっかくいいなんていう場所なのに。どうなさいます？夜。夜来ない。帰る。帰る。帰る。良さそうな場所ではあるけれども。すごいね。扱いが雑い。扱いが雑い。うん、もうちょっとな。別になんかあのこの間田村神社行った時みたいに神様何も感じたりしない系な感じ？うん。神様もいらっしゃらない。まあ、文献がポコポコできすぎててな。なんか俺いらんこと言うとなんかいらんこと増えてきそうな気がする。カメラ回すのやめる？もっとフリートークにする？いや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 、でも本当に。扱い方が雑い。雑いは雑い。もうちょっとないいとこないけど。周りは結構手入れされてんだけどな、でも。そうだね、この正面から見た絵は割と綺麗ななんか。割と綺麗、本当綺麗。感じになってていいところやんって思ったけど。舞台裏がすごいね。そう、あのテレビ局やね。荷物ごっちゃーっとなんかタンスの中に押し込めたみたいな感じでなんか人が来たらすぐにバーッとしまえっていうようなそうあの片付けできない子の片付け方っていうそれがもう完全に余計なことで春に来ると桜が綺麗なんだね。ああ、お参りとかには来るかもな。大変がないね、珍しいね。せめてさ、藁にしてほしいよな。再生箱がないからむしろあれなのか。はい、こんにちは、じいちゃんはんです。はい、今神社巡りシリーズ、今日は、岐阜関市のあたりをちょこちょこ回ってます。はい、道に迷いやっと2軒目です。もう地図がない。いや本当には Google ナビが役に立たねえの。これ白山神社。白山かな。白山かな。色の白に山で。うん、さあ登っていくのです。登りましょう。こんなの見事に描いたね。てめえ濃いよ。いやこういうアングル必要かなって。別に登りたくないじゃないよ。疲れた、かっちゃん、あとは任せた。標高なんだかんだって言ったって、20、30メーターか。この間の山登りに比べたらだいぶ楽だけど。うん、ここが鳥居っていうことで。うん。入ってみましょう。失礼します。さあ、入ってみましょう。神社ねえんですけど、神社ねえんですけど。お伊勢様にお参りしましょう。ここから死んじゃう。ここからお伊勢様まで行けって。それはねえだろう。今3分の1達成したくらい。ここ半分来てるのか。でもそんなもん。ここか、目的地は。
明治100年記念祭枯れとるし。こういうところが理想ですか、場所的に。こういうのは理想だね。神社巡りしてる目的的なことは言わなくていいの、動画で。これただの趣味です。いや、こういうところで心霊写真撮ろうの話はどこ行ったの、なくなったの。あるけど、俺ばっかりしたんだ。周りに写してたよ、きちんと。いや、あなたの喋るターンだったから。暗いね。登っていけか、これ。なんか本当別世界だよね、こういうとこって。これすごい神秘的な心が落ち着かん。まあ部屋にこもってたらこの空気は感じられないな。うん、でもここも何も感じんのだよな。あれあれ。いいのも悪いのもいない。うん、千人行きますようにお願いします。そしてあるこ この今もきちんと治りますように。よし、行こう行こう。どんって言ったね。なんか後ろで言いましたね。そこでこっちか。この辺だったっていうのを把握してるの、さっき立ってるところから。今そこの、そこでコトン。登録者数が1000人になりますように。そこで本当コトンって言ったでな、願い事言ったとき。なんか叶う可能性が。ね、冷たい風が流れ始めたね。なんていうかね、あなたが言うと全部意味深に感じるんだけど、これはいいの悪いのどっち？ほら来た。今の願いを聞いてくれたみたいなのかな。そしてある子供の怪我を治りますようにお願いします。なんかあの左から2番目だけめっちゃ揺れますね。でしょ。願いが届く。失礼します。ありがとうございました。失礼します。
確かにこれどういうことって言われたらな、早い行けなんて。ここは夜は来るんですの？いつかは来てみたいリスクに何入ってるね。今日ではない。今日はもうあそこで終わるだろう。覚えておいてね、ごちゃごちゃ言うてね。了解です。